いやこれねめちゃややこしいよこのさステータスを表示できる部分がこの7セグしかないからものすごいね表示させ方っていうか設定の時もね分かりにくい。だいたい今ね把握したんだけど、ということでね、じゃあ簡単な操作方法いってみたいと思います。はい、ということで、まず電源はねここでオンにしますね。で、このまま通常ダイヤルを回せばチャンネルセレクターになっていてチャンネルを切り替えることができます。点がついてないのがレジャーチャンネル123456789で、点がついてるのがビジネスチャンネル B の1から B の11までですね。で、これ回してもレピーターのチャンネルにならないでしょ？じゃあレピーターモードにするにはどうするかっていうと、一回電源を切らなきゃいけない。一回電源を切って、チャンネルセレクターの頭を押しながら電源を入れる。そうするとほら、R って出てたでしょ？これでレピーターモードです。で、この状態で、ですね、ここですね。この0で点がないところ。これがレジャー10チャンネル。レジャー11、レジャー12、13、レジャー14、レジャー15、レジャー16、レジャー17、レジャー18っていう感じだね。で、点がつくと、またこれビジネスチャンネルなので、ビジネスの12。ビジネスの13、ビジネスの14、ビジネスの15、7、8、9まで来た。これビジネス19ね。で、また0になるんだよ。これビジネス20ね。で、ビジネス21。で、これビジネス22ってなるんだけど、これビジネス23。チャンネルを頻繁に変えて使うのには、まあ、慣れればいいかもしれないけどね。最初分かりづらいんじゃないかなと思います。で、じゃあこれを使って、イビレピーターとかアクセスしてみようかなと思うんだけど、これ今、レジャーの15なんだけど、レピーターって大抵グループコード、トーンスケルチがかかってますよね。じゃあトーンスケルチグループモードはどうするかっていうと、これはですね、セットモードでグループコードをセッティングします。ファンクションを押して、ボリュームを押す。そうすると、この最初に出てくる T っていうセットモード、これが、グループコードになります。今横棒になってるので、これはグループコード全くかかってないフリーの状態です。で、これを回していくと、グループコード01、グループコード02、グループコード03。で、まあ、イビレピーターはグループコード08なので、まあ、これでいいわけですね。これが今、グループコード08の状態です。まあ、他のセットモードもね、こうやって切り替えて、これなんか面白くね？遊んでる場合じゃないね。はい、なんかドレミファソラシドで、セットモードがね、切り替わってきます。これ必要あった？このドレミファソラシド。まあいいや。はい、ということで。で、これで一応 L15 の08にセットできました。はい、でもね、今どの状態になってるかっていうのはやっぱり、把握してないとわかりません。だから、いきなりトランシーバーを渡されると、どのチャンネルでどうなってるかね、わかりづらいね。はい。で、まあ、この仕様は、業務で使うときは、全然問題ないと思うね。業務で使うときって、基本的に現場の人でチャンネルを変更するってことはないんだよね。管理者がチャンネルをセットして、現場の人に渡すっていう感じなので、もっとこれでね、十分だと思う。で、まあ、僕らがライセンスフリーラジオとして使う場合は、まあ、確かに、わかりづらい。ね。なので、まあ、たまにしか使わないと本当わかんなくなるかもしれないんだけども、まあ、自分でね、今どれにセットしてあるよっていうのが把握できてれば、チャンネル変更したり、まあ、グループコードね、変更したりっていうことはできると思います。で、この使い勝手が許容できればいいんじゃないかな。金額の方もね、アルインコのロングアンテナレピーター対応機では一番安いと思います。はい。あとはね、送受信感度だね。そこをね、また次回チェックしてみたいと思います。で、この DJP921 の CQOM さんの商品購入ページが説明欄に貼ってあります。そちらにもね、スペックが書いてありますので、ぜひチェックしてみてください。以上、長岡 HR420 ももすけでした。バイバーイ。登録。こういう感じ。